佐賀競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは3レースの1つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは本日ありません s ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます佐賀競馬3レースの本命馬から解説していきます本命馬は8枠8番サンマルカーラです この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は60%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバトの力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一走前の指数の38で連帯目安の黄色線を10に上回っています一方